はい、これがね、エンジンルームです。それでこれをかかるんですよ。いいでしょう、これぐーっといくと、もう下からまんべんなく加速していく感じ。はい、どうも、ウィンマンズの小出です。ウィンマンズチャンネルではですね、ガレージあるキングバイヤーで販売中の中古車車両をですね、随時アップしております。入庫してくる最新の情報をですね、2日に1回は上げておりますんで、スポーツカーの中古車が気になる方、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。はい、そしてですね、今日はですね、本店に来ております。素晴らしい車をですね、ちょっと紹介したいと思うんですけど、こちらです。はい、これがですね、 RX7 です。鮮やかな黄色ですね。はい、これね、めちゃめちゃ綺麗でしょ。もう見た目、外装ノーマルですよね。マフラーはちょっと入っているようですが、状態はかなりいいです。このイエロー、もうパッと見て、あ、後期なんだなっていうのがわかると思います。はい、今回はですね、こちらの車をちょっと紹介していきたいと思いますんで、ちょっとの時間ですが、よろしくお願いします。はい、ですね、こちらが RX7、平成14年式のタイプ R バサースト R でございます。はい、皆さんご存知ですね。走行距離が 94,800 キロ、車検も令和5年までついております。はい、すごいですね。でも価格がね、もう600万台です。628万円、とんでもない価格ですね。ただね、これがね、とんでもない価格なんですけど、まあ、価値ある車なんで、これぐらいしてきちゃうのかなっていう、まあ正直なところなんですけどね。はい、でね、外装はね、もう本当に綺麗です。一応これ純正色の黄色にさらにペイントで仕上げているようなので、外装はもう本当綺麗です。で、これがですね、はい、アルミホイールです。アルミホイールもこれ松田の純正ですね。そのままの純正のアルミを履いておりまして、タイヤがポテンザ S07 ってやつです。ブリヂストン。はい、でね、サイズはこれ 225/50ZR16 を履いております。で、これキャリパーはもちろん純正なんですけど、ちょっとゴールドでペイントしてあるっぽいですね。はい、でこれローターはスリットローターみたいなのが入ってます。はい、で足回りはね、車庫帳が入って、エッジケースの車庫帳が入ってるようですね。はい、はい、でタイヤの溝見てみましょう。タイヤの溝はね、これを見ると4分山ぐらいですかね。4分山ぐらいのタイヤの溝になっております。車検にはまだ通りますけど、ちょっと少なめになってるかな。はい、でこちらがリアのホイールですね。もうホイールはもう純正のホイールで、タイヤのサイズが 225/50ZR16。はい、サイズもフロント側と一切変わりません。同じです。はい、で一応こちらがね、キャリパーで、こっちもちょっとゴールドっぽく塗っておりますね。でローターはスリットが入ってます。車庫帳も H ケースですね。はい、でリアのタイヤの溝を見てみましょう。これはね、4分山ってとこでしょうかね。はい、4分山になってます。はい、でこれが純正の GT ウィングですね。これ今お高いですよね。これね、中古で今探したとしてもすごい値段が高くなっちゃってるんで、もうノーマルが一番形状いいんですけどね。でもね、そう簡単に手に入らないものになってます。はい、でリアビューはですね、このエンブレムとRX7、 これもね、ちゃんと塗った後に貼り付けてますね。綺麗ですね。はい、これ独特なテールね。
これちょっとつながってるんですけど、ここにストップランプもついてます。で、3ライトがつくやつね。はい、でこれね、マフラーはアペックスのマフラーが入っております。はい、どんな音がするんでしょう。はい、で、メンバーが入ってますね。赤いね、マツダスピードでしょうね。マツダスピードの、メンバー補強が入ってるみたいですね。アペックスのマフラーも太いね。これね、いい音するんじゃないかな、これ。下回りもめっちゃ綺麗ですね。で、右の側面タイヤもね、左側傷一切なかったですけど、ホイールこっちもね、傷はないですね。フロントを見てみましょう。フロントもこれが傷じゃないですね。あ、傷一つないな。はあ、すごいな。純正ですよね。純正の形状で、なんかあの口が、そこにラジエーターが斜めについてることが V マウントなのかなっていうのが。はい、でこのね、リップスポイラー、これも結構そのままのやつですかね。状態はマジでいいです。でさらにこれついてないけど、先端にゴムが、保護テープっぽいゴムがね、こう施されてます。これも綺麗だし、めちゃめちゃいいですね。はい、内装を見てみましょうかね。綺麗です。で、ちょっと、一発目で違うところはここね、インパレのパネルが全部カーボン調になってます。ちなみにこれはうちでも加工できますので、ホームページをちょっとご覧ください。こことここね。そして、はい。で、シートはこれ純正シートです。純正のモケットシートですね。走行8万キロだったかな。8万キロ、9万キロか。9万4千キロですけど、そんなにやれてないっていうか、全然、傷んでないですね。ほんと綺麗です。全然ね、やれてないです。本当に綺麗。擦れとかもないんで。で、このステップもそうですね。ここら辺が綺麗だと車が全体綺麗に見えますよね。はい。で、ちょっと運転席座ってみましょう。はい。あ、これでね、マットがフィードさんですね。のマットが入ってます。黒に赤い縁のやつ。インバニになります。飛行機はですね、このメーターが白いんですね。パネルが左からガソリンメーターで、水温計とブースト計で、タコメーターのスピードメーターと、でここにデジタルでオドが出ます。はい、でここは、VFC メーターがここに、入ってますね。でこれが定番のアペックスのパワー FC ですね。で、ステアリングはモモが入ってます。あ、でこれね、サイドブレーキのノブはマツダスピード製のノブが入っております。あ、ここはタッチペン用のペイントが入ってますね。はい、綺麗だな。はい、ここがダッシュボード、これ ETC がここに詰まってます。で、助手席もシートはほんと綺麗。これは本当に新しいのつけたのかなぐらいな綺麗さですね。で、ダッシュボードもめちゃめちゃ綺麗なんですけど、もうここに何かメーターを貼っつけてあったような、テープの跡が残っちゃってるかな。これは一生懸命外せば綺麗になると思います。
ここがね割れちゃったりするパターンもあるんですけど、全然ないですよね。ほら、あのダッシュもめちゃめちゃ綺麗ですね。はい、でこれがバイザー。はい、天井もほら綺麗なんですよ。めちゃめちゃ綺麗ですね。後ろのシートも、これあの、まあ、経年劣化とかで擦れや色あせ破れ等も出てくる年代なんですけど、綺麗です。めちゃくちゃ綺麗です。はい、後ろは今回ちょっと助手席からちょっと乗り込んでみたいと思います。はい、うわすごいね。助手席を倒した状態で後ろに座るとこんな感じになるんです。こんな感じ。でもこれシートをガチャッとやるとこんな感じです。ただこれ前はめちゃめちゃ一番前に行ってるんで、すごいすんごい狭いです。まあ、3人乗る分にはまあなんとかなるかなみたいな。まあ、助手席の人もかなりきついですけど、まあ、基本スポーツカーなんで、4人乗りでどっか行こうぜっていうのは考えない方がいいですね。出るときはですね、ここにレバーがあるんで、これをレバーを上げると前に行きますね。はい、乗り降りするの結構な大変ですね、これね。はい、リアハッチ、これがリアハッチ。これは手前に上に上げるとリアハッチが開いて、下に押すとガソリンコックが開きます。こうですね、これが開いて、でこう上げると、あ、ダンパーも全然効いてますね。はい、でこれがですねフリーのリアスペースです。基本的にはあの高さはないんですけど、奥行きは結構あります。ただね、ゴルフバッグ積むぜっていうことになると、もうあのこのシートが一応倒れるようにはなってるんで、長いものは積めれるかなと思うんですけど、この高さがね、重要になってくると思います。でさらにこの絨毯をめくるとスペアタイヤがここに隠れてるんです。はい、でこれはここに下にガソリンタンクがあるん でこれがテンパータイヤですね。はい、でですね、ここにはジャッキが隠れております。車止めとジャッキが隠れてますね。じゃあこっちは何なのってなると、こっちには簡単な工具が収められております。はい、はい、じゃあねちょっとエンジンルームを見てみたいと思います。ここね、エンジンルームはここです。ガチャッと、はい、これがねエンジンルームです。もちろん元色が黄色なんで、エンジンルーム内も黄色ですね。でもうパッと見、FD のね、代名詞であるロータリーエンジンがこのセンターにあるんですけど、これはですね V マウントという形で、この空冷システムが V の形、こうやって V になってるんですね。インタークーラーとラジエーターがこういう風になってるんですね。なのでここからエアを吸ってここに流し込んでいくと。本来でいうとこっちのボンネットもね、ここにエアが抜ける穴があるといいんですけど、今それはないようですね。クリーナーも入って、で天宮さんのこのブローバイのやつが入ってますね。おー、でこれはなかなか綺麗ですね。すごいいいと思います。これタービンは変わってないようなので、ホッキ類でブーストアップ程度でしょうかね。そうするとこれ純正で280馬力の300ちょいぐらいは出るのかな。で足回り入ってマフラー入って、ちょっと走り楽しみですね。
グニッションをオンにしてクラッチを踏みます。それでこれをかかるんですよ。いいでしょう、これ素晴らしい。今日はねめちゃめちゃ暑いんで、ちょっとエアコンが効くかどうかちょっとまず。おお、エアコンもバッチリ効いております。はい、純正のハンドル、思った以上結構径が大きいですね。今まで乗ったイメージで言うと、あれこんなにハンドル大きかったっけっていうちょっとイメージなんですけど、はい、すごいね。まず走り方、走り出しが滑らか、乗った感じの第一印象もまず、あ、しっかりしてる車だっていうのが一発で分かりますね。まあ、この年代は結構あの傷んでる車もほんといっぱいあるんで、ほら、あ、まず足回りもいいですね。足回りがいいんで、乗り心地にはまあ直で良さが伝わってきます。また足回りがいいことに比例しているのはやっぱボディがしっかりしてるんだろうなっていう、まあ、9万キロですけど修復はないんで、ボディがしっかりしている上で足回りがいい入ってると路面の捉え方も全然のドライバーが感じるのは違うんじゃないかなと思いますね。まあ、あとはそのこのインパネがね全部この、カーボン調になっているんで、それはね本当おしゃれです。これ全部やるのにも多分十何万かかるんですよね。一個一個が高いんで。これ一応あのエアバッグも運転席、助手席等もついてますし、いいですね。で、あとはねこの乗った感じのこのやっぱりこう普通車にはないこの目線ね、こういった隣の車とかのもうあの下から上を見上げる感じの低さ、これはやっぱりセブンならではですね。で、ウィンドウのスイッチ、運転席も OK で、はい、助手席も何ら問題ないですね。で、2速からちょっと踏んでいく、この加速ですよ。RX7 だからならではの、ね、加速なんですけど、この車はさらに、要はその冷却とその給排気もやってるんで、かなりいい加速してるんじゃないかな。ただこう自動開閉がこの車はもちろんないんで、はい、それはね手動になってます、手動にね。あとはリトラだよね。ここに電気つけなくても押すとパカッて開くリトラライトがスイッチがあるんで、でこれあとは ドライブレコーダーねが入ってます。車重はだって純正で、1200キロぐらいですよね。 1.2トンぐらいで、やっぱ280、300馬力くらい出たらやっぱすごいですよ、加速感は。ちょっとここでね一回二速発進からブーッといくと、もうあの下からまんべんなく加速していく感じ。あー、これはね病みつきですよ、中毒ですよこの加速ね。またいい音するわ、そのマフラーも。はい、こちらですね。ちょっといろいろ拝見させてもらって運転もしてみたんですけど、本当にいいです。ですね、まあ、600万ぐらいな価格になっておりますけど、それなりの
本当に価値はある車だと思います。状態もね本当にいいし、まずねボディがしっかりしてて、全体の仕上がりがまずいい、乗った感じのフィーリングもいいです。でさらにやっぱタイヤとかも変えて、もっとあのアルミとかもですね、好きなアルミとか入れてこうかっこよくしたらさらに映えるんじゃないでしょうかね。これは素晴らしい車だと思います。もう税金本当にね少ない車なんで、探そうと思ってもなかなかこういろよりどりみどりレパートリーあるよっていう車じゃございませんので、本当ですね、気になる方はぜひガレージある本店の店長までですね連絡ください。よろしくお願いします。それでは。